先祖の霊を迎え供養する裏盆栄の法要が奈良市の薬師寺で営まれています薬師寺では毎年8月13日から15日まで裏盆栄の法要が営まれています今日、う直道の本尊阿弥陀三尊浄土寺の前で営まれた法要では加藤町院幹事が同志を務めました 参拝者は先祖への祈りをささげながら釈迦の弟子が多くの人に施しを行いガキ道に落ちた母親を救ったという親孝行の大切さを説いた裏盆教などを唱えましたこの後加藤貫巣は裏盆教について人は知らず知らずのうちに悪行を積んでいますなどと話し参拝者らは日頃の行いについて真剣に考えていました